あ、そうそう、落第だらけなんですけどね。でも、追放って言わないでしょ？追放って言ってない人も、うわっ！って消えるんですか？ね、格が落ちるだけです。皆さんね。うちの中では皆さんに対する評価が落ちちゃったってことです。相対的に、全部落ちちゃう、相対的というか、まあ相対的な話なんですけど、ね、上がる、落ちるなんて。でもね、全体的に、うちから見た皆様方、神。皆様神だからね、うちから見た。うちだけですからね、主っていうのはね。神の評価をズダボロに落ちてます。前より。うちが成長したっていうことかもしれませんけどね、皆さんのおかげで。でも皆さんは相変わらずである。というのは神は光だから。変化なし、変更なし。ね。成長できないんですよ、光の時は。生まれないと。闇にならない。光から見て、闇。それは肉体ですからね。肉体光らない。これ、テカってるだけですからね。でしょ？だから、テカることはできる。光ることはできる。いかなる人も、テカることはできても、光ることはできる。光ることができるのは、真で神にならないと、絶対光らない。